ジョン・マイケル・ライトは17世紀に活動した、肖像画家。バロック風の作品を描いた。出生地ははっきりとしておらず、イングランドとスコットランドの両方の説がある。エディンバラで、スコットランド人画家ジョージ・ジェムソンに絵画を学び、その後長期のローマ滞在中に、画家、学者として高い評価を得た。ローマでは、芸術家協会アカデミア・ディサンルカに加入を許され、当時を代表する。 芸術家たちと交流を持っていた。1655年には、新生ローマ皇帝フェルディナント2世の抜歯で、スペイン領ネーデルラント総督、レオポルトビルヘルムに仕え、美術品を購入するために、オリバー・クロムウェル支配下のイングランドに渡ったこともある。1656年からイングランドに滞在し、王政復古前後は、イングランドの宮廷画家を務めていた。 ローマカトリックに改修していたライトは、王政復古後のスチュアート王家の被護を受けるようになり、イングランドをチャールズ2世とジェームズ2世に仕える、芸術家であるとともに、当時の政治情勢の記録者でもあった。イングランドでの最後の数年間は、ローマ教皇インノケンティウス11世への施設団の一人として、ローマへと渡っている。現在、ライトは、イギリス人画家としては、 当時最高の画家の一人とみなされており、特に独自の写実的な肖像画が評価されている。その経歴がもたらしたと思われる、国際人的な考え方から、外国人芸術家が好まれていた、当時の最上流階級のパトロンにも恵まれた。王公貴族を描いたライトの作品は、現在多くの主要な美術館に所蔵されている。ジョン・マイケル・ライトの死、ジョージ・ジェムソンの自画像スコットランド。 国立美術館ライトの出生地ははっきりとしていない。画家としてのキャリア再生期には、イングランド人とスコットランド人の両方の署名が見られる。イングランドの作家ジョンイーブリンの日記ではライトをスコットランド人としており、第四代オーフォード博ホレス・ウォール・ポールもライトはスコットランド人であるとしている。後世の電気作家も暫定的にではあるが、スコットランド人説をとっている。しかしながら、 イギリス人古美術賞、トマス・ハーンの1700年の記録では、ライトは、ロンドンの修練で生まれ、ローマカトリックに改修した際に、死災によって、スコットランドへと連れて行かれたとなっている。ライトが、ロンドンの出身であるということは、洗礼者記録によっても裏付けられ、ロンドンのフリートイセントブライド教会の1617年5月25日の、 記録に、ロンドン市民の仕立屋ジェームズ・ライトの息子、ミゲル・ライトとして記載されている。現在知られているライトの若年期の記録は、1636年4月6日に、当時19歳だったライトが、それなりに巧妙だった、エディンバラの肖像画家、ジョージ・ジェムソンの土弟だったということである。エディンバラの土弟名簿には、ライトのことが、ロンドンの仕立屋、ジェームズ・ W の息子、 マイケルとして記載されている。ライトがスコットランドへと渡った理由は明らかになっておらず、両親どちらかの出身地だったためか、あるいはロンドンで流行したペストを避けるためだったとされている。ライトは、途定期間の間、ジェムソンの工房があったネザーバウゲート近辺のロイヤルマイルに下宿していた。途程期間は5年の契約だったが、ジェムソンが1639年末に投獄された。 ためおそらく短縮されたのでないかと考えられる。徒弟時代にライトが描いた作品の記録は全く残っていない。現存しているライトの最初期の作品は1640年代にローマで描いた初代アリスベリー博、ロバート・ブルースの小さな肖像画である。ライトがスコットランド滞在中に妻と出会っている可能性もある。ライトの妻のことは伝わっておらず。 唯一30年後の文書に、スコットランドで最も高貴で有名な一族と関係があると記されているだけである。もしこの記述が正確であれば、高年ライトが貴族階級の講演者を得ることができた理由の説明になる。この他にライトの家族についてわかっていることは、妻との間に少なくとも一人の息子がおり、名前がトマスだったということだけである。 聖母子ハンテリアン博物館美術館、スコットランド時代に、ライトが描いた最初期の作品と定期間終了後に、ライトがフランスへと渡ったらしき形跡があるが、ライトの最終的な目的地はイタリアだった。1642年初頭に、イングランド計画者、ジェームス・アルバンギブスの取り巻きとして、ローマに滞在していた可能性もあるとはいえ、 確実なローマ滞在記録として残っているのは1647年からである。この時期の記録は概略しか伝わっていないが、ライトの絵画技術とその評価は高く、1648年にはローマで一流の芸術家協会であるアカデミア・ディサン・ルカのメンバーになっており、ミケーレ・リタ、イングランドの画家ミッシェル・リタ、ピットでイングレーゼとして登録されている。 当時のアカデミア・ディ・サン・ルカには、イタリア人画家だけではなく著名な外国人画家が多く、入会しており、フランス人画家ニコラプスさん、スペイン人画家ディエゴ・ベラスケスなども登録されている。1648年2月10日には、ローマ・カトリック教義を芸術を通じて広めるために、年に1回パンテオンで美術展を開催していたローマ、教皇庁美術アカデミーのメンバーにも選ばれた。ライトは、 ローマに10年以上滞在している。この間に数カ国語を完全に習得し、さらに美術鑑定家としても高い評価を受けるようになった。飛行本、版画、絵画、宝石、メダルなどの価値あるコレクションを所有するなど、経済的にも成功し、収集したコレクションには、マンテーニャ、ミケランジェロ、ラファエロ、ティツヤーノ、コレッジョラ、ルネサンス期の巨匠の作品も含まれていた。 おそらくはコレクションから同数の絵画を売却することによって新しく14点の絵画を購入したこともある。17世紀の王道派のアマチュア画家、リチャード・シモンズが残した日記には1650年代初頭にライトが所有していたコレクションの一覧が書かれており、この記録ではライトがスコットランド人であると記されている。ライトが収集した当時のライトの名声は ブルッセルに今日構えていた、スペイン領ネーデルラント総督、レオポルト・ビルヘルム大公も認めるものだった。レオポルトはライトを、芸術家ではなく、美術品収集の助言者として雇い入れた。神聖ローマ皇帝フェルディナント三世の末帝にして、スペインをフェリペ四世のいとこという名門、ハプスブルク家のレオポルトには、絵画や美術品の巨大なコレクションを収集するだけの財力と、 権力が十分備わっていた。1655年当時のレオポルトは、クロムウェルのもとにハプスブルク家からの友好施設団が訪れたこともあった。イングランド内戦によって1649年にイングランド王チャールズ一世が処刑されて、以来、レオポルトはイングランド王室のコレクションなど様々な美術品を取得し続けており、 レオポルトから美術品購入を一任されていたライトは、このような状況の下で、ロンドンを訪れて、美術品を購入していった。ライトが所持していたパスポートには、ファン・ミゲル・リタ、イングランド人画家、絵画、メダル、古美術品収集のために、イングランドを訪問中で、ジュアン・ミゲル・リタ、ピン・ア・イングレス、クエイバ、エイ・イングラテーラ、エイ、プロク・ユロア・パインリース、マドラズ、アンティグ・ダズ、ワイ、 オトロスコスタセナラです。クルヒーモセンカーガドと書かれ、ライトのイングランド滞在を保証していた。ライトのパスポートの発行日付は1655年5月22日で、レオポルト自身がブルッセルで署名しており、ライトがこの時期までにイタリアを離れてフランドルへと向かったことを示唆している。公的業務の一つとして、ライトはレオポルトが個人的にロンドンに駐在させていた。 特命大使、マルケス・デリーデとハプスブルク家の公式ロンドン大使アロンソ・デカルデナスに表敬訪問をしたと考えられている。この両名とも1649年からスペイン王家のために美術品を買い上げるという役割を果たしていた。当時の記録が不足しているため、ライトがこの二人の元を訪れた時期や期間は明らかにはなっていない。しかしながら、 ハプスブルク家とクロムウェルの中が険悪化し、1655年6月末にデリーデがその数週間後にデカルデナスが相次いでロンドンを離れているため、ライトも間もなくロンドンからフランドルへ戻ったと考えられる。フランドル帰還時にライトは購入した美術品を持参していたが、ちょうど同時期にレオポルトは自身の巨大な美術コレクションと共に ブリュッセルを後にしていたことを知らされている。レオポルトがウィーンへと住まいを移した後に、ライトはサイドロンドンを訪れた。1656年4月9日に港町ドーバーに到着しており、当時の入国記録に次のような記述が残っている。イングランド人、マイケル・ライトがダンケルクから今月9日にドーバーに到着した。12日にロンドンへと来訪し、 ミドルセックスのジャイルズ教会区、ウェルド街にあるジョンストン夫人邸に宿を取った。自分のことを、フランス、イタリア、他諸国で長い間絵画を学び続けている画家であると語っており、すぐに祭祀の待つイタリアへと戻るつもりだとしている。この記録ではライトが、フランドルでハプスブルク家のレオポルトに雇われていたことが巧妙に隠され、遠曲的に他諸国という表現に置換されている。 これは、当時ハプスブルク家とイングランドが先端を開いていたためで、ライトが名誉あるアカデミアディサン・ルカの一員であることも言及されてはいない。エリザベス・クレイポール・ナショナル・ポートレート・ギャラリー、オリバー・クロムウェルの次女で、ジョン・クレイポール夫人の肖像1656年のイングランド到着後、実際のライトの意思がどうであれ結局イタリアンには戻っておらず、 まもなく祭祀の方をイングランドに呼び寄せている。1653年から1659年のイングランドはプロテスタントが強い支配力を持っていた五国教時代であり、当時のライトは立場の弱いローマカトリック教徒だったが仕事が途切れることはなかった。イギリス人美術史家エリス・ウォータハウスはライトのことをクロムウェルへの最も慎重で恥知らずの追従家であるとし、 1658年にライトが描いたクロムウェルの次女でジョン・クレー・ポールに嫁いだエリザベスの死を悼む肖像画をその例として挙げている。この作品はエリザベスをローマ神話の女神ミネルーアに固くして描いたグーイ画でエリザベスはローマ神話の主神ユピテルのレリーフにもたれかかって表現され、さらにエリザベスが左手にしているカメオにはクロムウェル自身の肖像が描かれている。 ライトはクロムウェルが属していた議会派だけではなく、対立していた王党派側の仕事も受けており、1659年には王党派の軍人で斬首刑に処せられたイングランド王チャールズ1世の王大使チャールズ2世を大いにつけるべく画策していた第四代ベッドフォード博、フランシス・ラッセルの三男ジョン・ラッセルの肖像画を描いている。特徴的なこの肖像画は、 現在少なくとも一人の批評家にライトの最高傑作であるとみなされている。キャサリン・タルボットとシャーロッテ・タルボット・テート・コレクション1660年の王政復古でイングランド王位についたチャールズ二世は政策として宗教の融和を掲げライトがローマ・カトリック信者であることは不利ではなくなった。金銭感覚に疎かったライトは経済的な問題に直面したことがあり。 チャールズ2世はライトに対して、ライトが所有していた、オールドマスターの絵画作品を抽選によって、売却する権利を与えた。この時、チャールズ2世自身もライトから14点の絵画を購入している。1660年代初めに、ロンドンに工房を開設したライトはイングランドでも、評判の画家となり、当時の著述家、ジョン・イーブリンの日記にも、有名な画家ライト氏という記述が残っている。 しかし、1665年に、ロンドンを襲ったペストの大流行のため、ライトも田舎へ疎開せざるを得なくなった。その疎開先で、カトリック教徒だったアランデル男爵家の3人の肖像画を描いている。皮肉なことに翌1666年のロンドン大化が、ライトに経済的恩恵をもたらすことになった。シティオブロンドンから、 火災によって発生した各種の論争を処理するための臨時的な裁判権を与えられたファイアジャッジと呼ばれる人々の等身大肖像画の制作依頼を受けたのである。1770年に完成した一連の肖像画は第二次世界大戦の空襲で被災するまでロンドン視聴者の壁に飾られていた。しかしながら現存している肖像画はシティオブロンドンが所有する美術品を集めた ギルドホール、アートギャラリーが所蔵しているマシュー・ヘールとヒュー・ウィンダムを描いた作品2点のみで、その他の肖像画は消失などで行方不明になっている。イングランド王チャールズ2世、ロイヤルコレクションチャールズ2世は、自身の宮廷にローマカトリック教徒を積極的に迎え入れ、ライトも芸術家として王室からの講演を受けることになった。ライトは、 チャールズ2世が退官して間もなくの1661年に、チャールズ2世の公式肖像画を描いている。ガーター勲章のローブを身にまとって、セイドアード王冠をかぶり、両手には、奉仕と王爵を持つチャールズ2世の肖像画で、タペストリーを背にして玉座に腰を下ろした、裁きを下すソロモンのような威厳に満ちた姿で描かれている。ライトは他にもホワイトホール宮殿の国王の寝室に、 天井画を描いている。その後1673年には常任画家に任命され、王室公認画家のサインを使用する権利を得た。しかしながら、ライトが絶望していた国王の宮廷画家の地位は与えられず、チャールズ2世の王政復興以来、その地位はピーター・レリーただ一人のものだった。ライトの作品が持っていた穏やかな写実主義と、 注意深い観察から描かれた風景画を背景とした肖像画ではなくイングランド内戦以前からイングランド宮廷でもてはやされていたアンソニー・バンダイクの作風を受け継いだより華やかな表現で描かれたレリーの肖像画が宮廷では評価されていた。当時の官僚サミュエル・ピープスの日記にレリーの工房を訪問して楽しんだ時の記録があり、ないとも人角の画家に違いない。 とはいえ、この二人の作品には明らかな違いがあると記している。首席宮廷画家でナイト爵位まで受けたレリーとは違って、ライトはチャールズ2世から重要で意義のある地位も名誉も一切受けていない。しかしながら、ナイトが素晴らしい画家だと高く評価する者も,もいた。1669年に、ライトとミニチュアある作家サミュエル・クーパーは、 トスカーナ大公コジモ3世でメディチに拝越し、後に、コジモ3世は、ライトの工房を訪れ、初代アルベマール公、ジョージ・マンクの肖像画制作を依頼している。おそらくライトが、チャールズ2世の公式肖像画を描いてからしばらく、たった1673年3月3日に、マリー・レディ・ハーミスタンなる詳細不明の人物からコジモ3世に、当てて、ライトに、 順断尺の地位を与えるようチャールズ2世に取りなして欲しいという奇妙な書簡が送られている。しかし、個人も3世からチャールズ2世に対して、このような申し出は全くなかった。ニーイル・オニールテート・コレクション、マンゴー・マレースコットランド・ナショナル・ポートレート・ギャラリー1670年代のロンドンではカトリックに対する反感が高まりつつある。中、当時のライトは、 宮廷以外の仕事をすることが多かった1676年から1677年にかけてスタッフォードシャーのブリスフィールドで第3代順弾尺ウォルター・バゴットの家族の肖像画をおろく手に描いている。1678年からはダブリンで数年間暮らしているが、おそらくこれはタイタス・オーツの偽証に橋を発した。 カトリック陰謀事件によるヒステリックなカトリック排斥から避難するためだった。ライトはダブリンでも王室公認画家の作風でキャサリン・タルボットとシャルロット・タルボットを描いている。また指揮官の連想を身にまとった2点の等身大肖像が、ニール・オニール、マンゴー・マレーもこの時期の作品である。ニール・オニールはライト同様ローマカトリック教徒であり、 当時ダブリンに亡命していた人物だった。ライトはアイルランドの伝統的な指揮官の礼服を着用したオニールとその足元に珍しい日本の甲冑を描いている。この甲冑は当時キリスト教を迫害していたことでよく知られていた日本の事物を描くことでローマカトリックへの迫害者たちに打ち勝とうとする暗誘であると考えられている。応答派だった初代アソル公爵ジョンマレーの5番目の 息子マンゴー、マレーの肖像画は、スコットランドのタータンを目にまとう人物が最初に表現された美術品の一つである。1685年に自身がカトリック教徒であることを公言していたジェームズ2世がイングランド王に即位し、ライトはイングランドに戻って王室の仕事を受けることが可能となった。しかしながら、ジェームズ2世はライトに芸術家ではなく外交官の世話役という、 ローを多くして、駅の少ない仕事を与えた。ライトは、チャールズ2世の愛称だったバーバラ・ビリアーズの含んで、初代カースルメイン伯爵、ロジャー・パーマーの世話役に任命された。ライトが持つローマ滞在経験による知識と、イタリア語学力も関係したのか、1686年に、パーマーは、ローマ教皇インノケンテウス11世への大使に、選ばれ、ローマへと派遣されている。 イングランドのローマへの大使派遣は当時のヨーロッパで喫緊の問題だったローマカトリックとプロテスタントとの宗教対立においてイングランドがローマカトリック側の立場であることを表す G 行動でもあった。外交官としてのライトの役目は1687年1月の教皇との越見に向けて指南役、衣装、装飾などを異論なく整えられるよう監視することだった。 他にもドリア・パン・フィリ宮殿で1000人の招待客を集めて催された大規模な晩餐会の式を取り、さらに自ら砂糖菓子でできた彫刻とジェームズ2世の大きな公式肖像画とを手掛けてこの晩餐会を成功させている。ライトはローマ滞在中にイタリア駐在大使のイタリア語解説書を刊行して、モデナ公妃ラウラ・マルティノッチに献じており、 ローマを離れる1687年10月には、この解説書の英語版を書き上げて、モデナ公妃の娘のジェームズ二世姫アリオブモデナに、献じている。ライトの芸術家としてのキャリアは、名誉革命で1688年に、ジェームズ二世がイングランド王位を追われるとともに終わりを迎えた。プロテスタントであるオラニエコウィリアムがイングランド王に即位すれば、 ライトが王室からの援助は受けることができなくなるのは明白だった。そしてライトは親しく交わる友人もいない中、1694年に死去した。死去直前の同年3月には、セントポール大聖堂の教会区にあった辞典を、名のカテリーナ坊に送るという遺書を残している。その他ライトが残したドローイング、版画、書籍などのコレクションは、 老いのがかマイケル・ライトが相続した。しかしながら、ライトの遺言には、書籍は売り払って、その売却益を当時外国に住んでいた息子のトマスに与えることと記載されており、遺産の書籍のオークションが1694年6月4日から8月1日にかけて行われている。ライトの遺体は、ーマーティンイコールインイコールザイコールフィールズ教会に埋葬された。 ライトの作品が美術視野から評価され始めたのは、ごく近年になってからである。1982年に、スコットランドナショナルポートレートギャラリーで、ジョン・マイケル・ライト国王の画家という美術展が開催された。この美術展がきっかけとなって、ライトの作品が再評価されることとなり、サラス・ティーブンソンとダンカン・トムソンによって目録が更新され、さらに、 今まで知られていなかったライトの生涯が明らかにされた。新作の再発見も相次いでおり、今まで別の画家の作品と考えられていた絵画がライトの作品であると再同定されている。現在ではライトは17世紀のイギリス出身の芸術家の中でも最も優れた画家の一人であるとみなされており、ロバート・ウォーカーやウィリアム・ドブソンら以前から評価が高かった。 当時のイギリス人画家たちと並び称される存在となっている。近年開催された美術展の展示目録では、ライトのことを17世紀最高のイギリス人画家として紹介されている。ライトは当時の最上流階級の肖像画を描いた数、少ない画家の一人であり、現存しているライトが描いた王族の肖像画の何点かは非常に重要な作品であることは、 間違いない。特に、イングランド上流階級が、伝統的に、ドイツのハンス・ホールバイニやフランドルのアンソニー・バンダイクの、ような外国人画家を、重要視し公演する傾向にあり、その後もドイツ出身のピーター・レディーや、コドフリー・ネラーのような外国人画家が徴用され、続けた時代だったことを考慮すると、イギリス人画家としてのライトの業績は、非常に大きなものである。 ライトが成功を収めた理由として諸外国で修行を積んでいたということが挙げられる。それまでのイギリス人芸術家でイタリアをはじめとするヨーロッパ諸国の芸術の洗礼を浴びた者はいなかった。イタリア滞在中にアカデミア・ディ・サンルカに加入を許されたライトはミケランジェロ、ラファエロ、キツヤーノといった大陸の巨匠たちの作品を収集するだけではなく、これらの作品に影響を受け、 時には、色調や作風を模写することによって、自身の絵画を確立していった。女性の肖像、アン・デイビスの肖像画ではないかと考えられている。制作年不明、個人像当時ライトの最大のライバルであり、はるかに大きな影響力を持っていたのは、多数の作品を残したピーター・レリーだった。美術評論家、オリバー・ミラーは、この二人を比較すると、あらゆる点において、残酷なまでに、 ライトの弱点と新鮮味のなさが明らかになってしまうとしているが、同時に、この弱点と新鮮味のなさは、ライトの優れた独創性を意味し、変わることのない品位と魅力等を物語っている。ライトの一風変わった経歴が影響していることは、間違いなく短期間の様々な経験をしてきたことと、ライトの魅力的な人柄によるものだろうとしている。さらにミラーは、レリート、 ライトが、チャールズ2世の愛称クリーブランド公爵夫人、バーバラ・パーマーをモデルとしてそれぞれ描いた、肖像画の比較は、非常に興味深いとしている。レリーはパーマーを、法令で一目でわかる、性的魅力に溢れた娼婦として重厚な性格づけを、して描いているのに対して、チャールズ2世の宮廷と愛称の道徳感に対して、ほとんど共感を持っていなかったライトはパーマーを、 人形のような人物として描いていると指摘した。17世紀のイギリスでは、ライトと比べて、レリーの方が、より円熟した人気のある画家とみなされていたとしても、現代の評価では、ライトの作品の方が、より生き生きとした写実的な肖像画であると考えられており、サミュエル・ピープスが、自身の日記に書いたレリーの作品に対する、素晴らしい、だが好みではないという評価を裏付けている。 ライトの写実主義は時として性的、奔放さと勘違いされることがある。アンデービスがモデルではないかと考えられている女性の肖像に描かれている女性の胸元は裸けており、この女性の慎み深さは赤い布でかろうじて保たれているだけで、当時の道徳的規範からすると危険とも言える生々しい写実性で表現されている。ライトと同時代の画家たちは、 ラフやハンナフを描くときには、歪説画であるという非難から逃れるために、古代神話を描いた作品であるとして、モデルをキリシアローマ神話の女神に偽装して描いた。これに対して、写実主義に裏打ちされたライトの肖像画は、独自の肉体表現と深みを持った作品となっている。ありがとうございます。